お笑いコンビ、メープル超合金、カ数レーザーさんが2024年7月21日放送のサンデージャポン TBSK に出演し、代表行動規範違反があったとして、パリ五輪代表を辞退した体操女子日本代表、宮田翔子19について試験を述べた。画像、笑顔を見せていた宮田選手だったが、もっと前の時期だったら特に問題に。 日本体操協会は7月19日、都内で会見を行い、パリ五輪体操女子代表で主将の宮田が代表を辞退することになったと発表した。スポーツ紙などの報道によると、宮田は6月末から7月にかけて喫煙・飲酒を行い、都内のナショナルトレーニングセンターの宿泊棟でも飲酒をした事実が発覚したという。この行行為が行動規範に反するとして 宮田はパリ五輪出場を辞退事前合宿地のモナコからすでに帰国していた番組では宮田の五輪代表辞退に関してインターネット上で各界からさまざまな意見が飛び交っていることを紹介した上でカズレーザーさんの意見を求めたカズレーザーさんはこの時期にこれが来たから代表辞退が厳しいか厳しくないか論になっているだけ投げがします 別にもっと前の時期だったら出場資格をもらえなくても特に問題になっていなかったんじゃないかなと思うと率直な感想を口にし次のように持論を展開したやっぱりカズレーザーの意見が一番しっくりくる厳しいか厳しくないかは正直僕はわかりませんアスリートになったことがないのでどういうプレッシャーがあるのか あまり深く推測できないんですけども、代表に選考された時点でいろんな研修とか会合とかがあって、ルール違反をした場合は、ある程度処分が下りますというのは、多分事前に互いに了承をしているものだと思うので、その上で喫煙、飲酒を選択された。そして、自身の考えをストレートに伝えた。今回、代表自体という処分が下るのが先に明言されていたのかどうかは分からなかったが。 そういうケースもあるよと伝えていたら自分の選択なので、周りが言えることがないんじゃねえのかなと、正直僕は思います。どうしても喫煙、飲酒をしなくてはいけない状況を思いつかないので、カズレーザーさんの意見がインターネット上で拡散されると、X では次のような同意の声が多数寄せられた。その通り、人や状況に忖度して罰を決めてはならない。 宮田翔子さんについてカズレーザーが圧倒的正論をぶちかましてしまう。やっぱりカズレーザーの意見が一番しっくりくる。カズレーザーが言うように、お互い了承してることだろうから自業自得としか思わんね、まさにこれよ。バレりゃまずいこと、本人は分かってたはず、同感だな、同情論。で、見逃すのは違うと思うしな。宮田の五輪代表自体は複数の海外メディアでも取り上げ